液晶は固体と液体の両方の性質を示す状態の一つにある物質である。また、その状態を示す場合もある。これを利用したディスプレイテレビ受像機については液晶ディスプレイ、薄型テレビを参照のこと。液晶は液体と結晶の間に出現する中間晶の一種で、細長い分子や円盤状の分子が分子の方向はある規則に従って並んでいるが、 重心位置には結晶のような三次元秩序を持たない状態の総称である。液晶には様々な種類があり、それらの命名は液晶研究者により非系統的に行われていたが、2001年に IUPAC が国際液晶学会の協力のもとに液晶関連の名称定義に関する勧告を公表している。本校での液晶の分類はそれに準じたものである。 中間症には、液晶の他に、結晶と同様の三次元的な重心秩序は存在するが、分子の方向はランダムである柔ら年性結晶では、細長いか円盤状の分子が向きを揃え、ランダムに浮遊している。スメクチック液晶、中和通常は棒状の分子から構成され、総構造がある。カラムナー液晶は、円盤状の分子から構成されることが多く、二次元的な 周期構造を持っている。すべての物質が液晶状態となるわけではなく、多くの物質は結晶から液体へと直接変化する。液晶症を発現する物質の中で、温度変化により結晶と液体の間に液晶状態を取るものをサーモトロピック液晶、溶媒へ溶解するとある、濃度範囲で液晶となるものをリオトロピック液晶と呼ぶ。また、 細長い分子からなる液晶をカラミチック液晶、円盤状分子からなる液晶をディスコチック液晶と呼ぶ。ネマチック液晶、編集ネマチック液晶は棒状分子の向きが平均して同一方向に揃っており、分子の重心秩序は全くランダムな中間症である。ネマチック液晶は普通の液体と同様の流動性がある。通常のネマチック症では分子の頭皮の向きには、 規則性はなく、また、分子の配行方向に垂直な面内では、分子の向きはランダムである。N 液晶となる分子には極性を持つものも多いが、一般的な N 液晶は非極性である。ネマチックという名称はギリシア語の糸に由来し、ネマチック液晶を顕微鏡で観察すると、糸状の構造が見られることからフリードルが命名した。分子の平均配向方向は、文字 N で表記され、 配向ベクトルと呼ばれている。非局性であるので、物理的に N イコール N であることから、ベクトル表記はされない。棒状分子が一方向に並んでいるので、配向ベクトル方向とそれと垂直方向では、屈折率や有電率が異なっている。N 液晶は、工学的一軸性物質で、棒状分子の N 液晶は、正の一軸性である。有電率については、分子構造により、 正の違法性のものも、負の違法性のものも存在する。ネマチック液晶には流動性があり、液体と同様に、形態変化しても元の形には戻らない。しかし、配光ベクトルの空間分布に関しては、全体で一様である方が、エネルギー的に有利であるため、与えられた条件下で、変形のエネルギーが最小となるような空間分布となる。ただし、 局所的な配光変化を安定状態に引き戻す。復元力は小さいため外部電場のンカにより容易に配光ベクトル方向を変化できる。電インカ後は復元力により自動的に電インカ前の状態へと復帰する。これを利用したのが液晶ディスプレイであるディスコチックネマチック症、編集円盤状分子からなるネマチック症である。配光ベクトルは 円盤面に垂直な方向となる。このため、棒状分子からなる、ネマチック症とは逆に、負の光学一軸性を示すことが普通である。カイラルネマチック症、編集、カイラルネマチック症は、歴史的には、コレステリック液晶と呼ばれていた状態で、外観がネマチック症と大きく異なるために、別の液晶状態として命名された。コレステリック液晶という名称は、 コレステロール誘導体で発見されたことに由来する。普通の N 液晶は、不正炭素のない分子か、ラセミ体混合物など、手のひら性を持たない分子により構成されるのに対して、カイラルネマチック症は、手のひら性のある分子か、ネマチック液晶に、手のひら性のある分子を加えた時に発現する状態で、肺高ベクトルの方向が、 配イベクトルに垂直な一つの軸方向で、螺旋状の変化していく構造をしている。カイラルネマチック液晶のように、不正構造を持つ液晶晶は、その下である層にマークをつけて、不正構造の存在を示す。カイラルネマチック晶はこの規約に従い N 晶にをつけて、N 層と表記する。ただし、歴史的経緯により CH 晶と表記される場合も、ある。N 層は、 螺旋周期に平均屈折率をかけた波長の光を反射する。左巻きの N 層は左円変更のみを反射し、右円変更は反射せずに透過する。右巻きの N 層は逆に右円変更のみを反射する。この現象は洗濯反射と呼ばれている。選択反射が可視領域にあると N 層は色づいて見える。この現象を利用したのが液晶温度計である。ブルー晶。 編集 N 層と東方層との間に N 層ではない中間層が出現することがある。この状態も配光ベクトル方向のねじれ構造を持つが N 層とは異なり複数の方向にねじれるダブルシリンダー構造となっている。この層の研究初期に見出された状態が青色を示したことからブルー層と呼ばれるようになったがすべてのブルー層がブルーに発色するわけではない。 三種類のブルー症の存在が知られている。重心位置に一次元の周期構造を持つ液晶群はスメクチック液晶と呼ばれている。SM 症は一次元的な重心の周期構造を持ち、結晶的な側面を持ち、液体やネマチック症のような流動性はない。シャボン膜も両心媒性分子が層をなす構造となっており、SM 症の一種として考えることができる。 スメクチック液晶の語源は石鹸を意味するギリシャ語に由来する。SM 晶は、層内の分子の配置によりスマウ、SMB、SMC と、さらに複数の状態に分類されている。命名は、発見順になされており、液晶の状態を反映したものではない。かつて、SM 液晶とされていたものの中には、現在は別の名称が使われているものもある。スマウ、 SMC 省、編集一次元的な周期構造を持つが、層内には重心の秩序はない二次元液体状態の姿である。スマウ省では、分子長軸は双方線方向を向いているが、SMC 省では双方線に対して有限の傾き角を持っている。傾き方向は層をまたいで同方向であるが、中には層ごとに逆方向に傾くものもあり、スマカ省と呼ばれている。 SMB、SM 界、SM 相性、編集一次元的な周期構造に加え、層内で分子は六方対象の配置をしている。六方対象の格子方位は長距離秩序を持つが、分子の重心位置については短距離の秩序しか存在しない。このような構造は、六角形の格子の中に五角形と七角形の格子が組み合わさった欠陥が存在することにより、作り出されている。 これらの層は、ヘキサチック層と呼ばれ、スンヘックスのように記述されることもある。SMB 層では、分子長軸は、双方線に平行。SMF 層と相性は有限の傾きがある。SMF 層では、個々の分子は、第二隣接分子方向に傾くのに対し、SMI 層では、隣接分子方向に傾いている。クライブ、クリグ、クライシ編集層内でも、 六方格子を組んでおり、分子の重心位置にも三次元的な秩序がある。これらの層は、液晶研究者が研究対象としていたため SM 賞として分類されていたが、2001年の IUPAC の韓国以来、クライ賞と呼ばれるようになっている。完全な結晶との違いは、分子長軸周りの回転が止まっていないことである。直サール間では、液体と結晶の間に、 ローテーター症と呼ばれる状態が存在するが、これらのクライ症は直サール間のローテーター症に相当するものである。クライブ症は分子は双方線方向向向いているのに対して、クリグ症とクライ症では分子は双方線から傾いている。クライブとスンヘックスは顕微鏡観察での区別が困難であるため、古い文献に記載されている SMB は スンヘックスの場合もクライブの場合も存在する。クライ、クライッチ、クライクショー、編集これらの層では、層内の配置が、区形格子となっている。また、分子の配置は矢は型構造となっている。クライでは、分子は層に対して垂直で、クライッチとクライクは傾いている。これらの層は、工学的に二軸性を示す。キュービック症、編集層構造がねじれて三次元構造を、 形成したもので、かつては SMD 症と称されていたが、三次元構造であることより液晶からは外されている。スマウ I 及び TGB 症、編集不正炭素を含む分子からなるスマウ症では、通常の場合は不正構造によるねじれは、SM 症の総構造により抑制されてのひら性のないスマウ症特別のつかない状態となる。 特に不正炭素を含んだ状態であることを示す場合にはスマウソウと表記することがある。高温側の層との転移転勤棒で層構造が柔らかく、また分子のねじれ力が強い場合には層構造に周期的に螺旋転移が発生し層がねじれていく構造となる。この状態はツイストグレインバウンダリン症と呼ばれている。同様に SMC 症の層がねじれた TGBC 層も存在する。SMC、i および副次層、編集多くの化合物では、SMC 層に不正構造を導入した場合に、層のねじれが生じることなく、分子の傾き方向が、層ごとに回転していく状態となる。この状態は、SMC 層と呼ばれている。SMC 層の螺旋周期は物質により、数百ナノメートルから数ミクロン程度である。 N 層と同様に、螺旋周期が下肢光領域にある場合には選択反射が起こり、発色する。SMC 層は、その対称性から共有伝性を示しうることが知られている。典型的な SMC 共有伝性液晶では、分極は層内で分子の傾きと垂直な方向に発生する。螺旋構造があるため、挙手的には分極方向は打ち消しているが、 螺旋構造と分極は直接はリンクしておらず、適当な化合物では螺旋が発散した状態で極性を保った状態を実現できる。いくつかの SMCI 副事象の存在が知られている。SMCα 層は SMC 層の高温側に出現することのある姿で数分子程度の短い螺旋構造をとっている。 スマカ層は傾き方向が一層ごとに反転し、数百ナノメートル程度の螺旋周期も有する層で、分局は隣接層で相殺するが、強い外部電場により傾き方向が揃った状態に転移するので、反共有電性層として知られている。その他、三層周期、四層周期、さらに多層周期の構造が見出されている。層構造により、反共有電化、 フェリ有電性を示す。多くの場合は、円盤状分子、または、解合により、円盤状になる分子がカラムを構成して、カラムが二次元配列した構造をとっている。カラム内の分子の重心位置には、規則性がなく、この点で完全な結晶と異なっている。格子により、以下のような分類がなされている。ヘキサチックカラムナーショー、編集カラムが二次元的には、六方格子を組んだ。 液晶症である。レクタンギューラーカラムナー症、編集カラムが形成する格子が長方形となったものである。カラムナーオブリーク症、編集カラムが形成する格子が平行四辺型となったものである。液晶はオーストリアの植物生理学者会ライニツァーによって1888年に発見された。ライニツァーの論文以前に 現在の目から見ると液晶を扱った論文もあるが、結晶と液体の中間状態として、きちんと認識されてはいなかった。ライニツァーの研究の主題は、コレステロールの分子構造の解明であり、生成のために合成した誘導体において二重の融点を見出し、これが液晶の発見となった。その後、1920年代には、G フリードルによって、ネマチック、スメクチック、 コレステリックという3分類が提唱された。液晶は、その後、物理科学、生物との関係などの観点から研究が続けられていたが、1960年代になって、コレステリック液晶を用いた温度分布の可視化といった応用研究が始まり、1968年の RCA のハイルミアラによる液晶ディスプレイの発表以来、応用面での研究が、 一気に開花した。液晶に関する国際会議は1965年にケントステートユニバーシティで開催され、2回目は1968年に同じ場所で開催された後は2年ごとに開催地を変えて行われている。日本では1980年に京都、2000年に仙台、そして2018年に再び京都で開催されている。国際液晶学会は 液晶の国際会議に遅れて1990年に組織された。国際液晶会議は液晶全般について扱っているが、よりテーマを絞った内容の会議も行われている。日本への液晶に関する知識の伝来は明治後期から大正初期に遡る。広行の物理科学や片山の科学本論には液晶が紹介されている。この他、 第二次世界大戦前の応用物理学開始における山本の解説やいくつかの書籍で液晶が取り上げられている。日本語の液晶という用語については、山崎の論文では液晶、または秋田液と定まっていないが液晶という表現が当時から主流である。名村によると RCA の発表直後に新聞あたりでは訳語として、 液体髄症というものが使われたというが、学会誌などに掲載された解説記事類には、その要例は見当たらない。RCA の発表以前には、液晶の研究は日本ではほとんど行われていない。わずかに玉虫による論文や、海面活性剤から身の論文が検索できる程度である。この点は、物理科学研究の伝統を持つ欧米とは大きく、異なった状況にある。 RCA の発表以後は国内で液晶研究が行われるようになるが当初から多くの企業研究者が参加していることに一つの特徴がある。これらの研究者の中には有機半導体の研究から移ったものもいる。液晶に関する学術講演は様々な学会で行われていたが1975年に 日本科学会第33周期年会連合討論会合同大会で応用物理学会と日本科学会の共催により液晶討論会が開催され液晶に関する発表が分野横断で行われる場となったその後連合討論会から離れた単独開催になり1997年の日本液晶学会の設立に伴い 1998年以降は日本液晶学会討論会として継続している。液晶ディスプレイの材料にはイカが使われているという話と最初の液晶ディスプレイは新人技術者の失敗から生まれたという話が一部に出回っているが、これらは両方とも日本国内に限定されたもので正しくない情報である。1980年代に函館にあった日本科学資料が イカの肝を原料としたダーク油からコレステリック液晶を製造販売していたのは事実である。また、この液晶をアクセサリーとして販売していた会社も存在する。液晶ディスプレイにイカが使われているという話には二つの系統があり。一つはコレステリック液晶を使ったカラーテレビという全く実現されなかった話で、もう一つは TN 型液晶ディスプレイにイカ由来の原料が使われているという話である。後者に関しては、TN 型液晶ディスプレイでコレステロール誘導体が使用されていたのは事実であるが、イカ由来のコレステロール誘導体の使用は確認されていない。また、イカ墨が天然の液晶物質であるという話もルフしているが、これも事実ではない。液晶ディスプレイが 新人の失敗から生まれたという話は NHK のプロジェクト X が発祥と考えられる。当事者の知りしたものを調べると、プロジェクト X 直後は大失敗と表現されている事件は2006年に公開された電気情報通信学開始の記事では蓋を閉め忘れた液晶瓶を見て閉まった。空気中の水蒸気でシフ延期からなる。 液晶化合物が分解したかもしれないと思うと同時にそうだあの実験をやってみようと交流駆動の実験を行ったという話に2007年の応用物理学会では発明の内容についてイオン性有機化合物の意図的な点火であったこのアイデアの基礎となった液晶緩和現象と分子運動についてはフランスのデゲンラの液晶研究グループにより詳細な 理論的検討がなされており、この論文は、この発明のきっかけを与えてくれた。と、先行研究があったことが示され、さらに2013年の書籍では、1970年に、大瀬 LC グループが PRL に出した論文で、ある程度のイオンがあれば、DSM が交流で効率よく起こることが、理論解析で示されていた。しかし、1ム数万円の液晶に不純物を、 点火するという行動は躊躇し、なかなか実行できない日々が続いていた。このような時に幸運が舞い込んだ。加水分解によりイオン性不純物が生じる液晶のサンプル瓶の蓋が閉め忘れて置いてあるのを見出し、これは、ひょっとすると液晶が加水分解をして、イオン性不純物が増して、液晶の導電率を上げて、 大瀬グループの言う交流駆動の条件を満足しているかもしれないと早速この材料で交流駆動実験を行ったという内容に変容する交流の方が優れているという論文は大失敗の1年前には公表されており液晶を開発していたグループも目にする時間は十分にある新人の失敗というストーリーは放送のための演出と考えるのが妥当である デフィニションスウォブベイシュクター、ムズラレイティングツーロー、モーラー、マスポリマーリーキッドクリスタルズ、IUPAC レッキメンデシャンズ2001、ピュアープル、ケン、ボリューム73ナンバー5、PP845 から895、AB 液晶時点日本学術振興会、情報科学用有機材料第142委員会、液晶部会変売風刊、 ザ・フィジックス・オブ・リキッド・クリスタルズ・ PG デゲンオックスフォードユニバーシティプレス USA に本マイヤー R.B. レバート L フェロイレクトリックリクイッド・クリスタルズ J ファジークレット36 69から71ドイ10.1051ジャフィスレット0197500三ドクレ三零六6900液晶の歴史 D ダンマー T スラッキン 鳥山和彦朝,朝日新聞出版、会、来日アー、マンシェフトファーセミボリューム9、421から 441G、フリードル、アナールデファジックボリューム18、273から 474GH ハイルミア、ダイナミックスケートリング、A ニューエレクトロプテク、エフェクトインサーテンクラスゾーブネマティックリキッド、クリスタルズ、プロク、 IEEE56162 から71、物理科学大、幸い祐基地、物理科学講義、P217、不残望、東京。科学本論片山正雄、科学本論 P、P411、一内太郎鶴穂、東京。応物解説、山本研馬、液晶、応用物理、6、 234から24万290から29万3340から343。山崎栄一。液晶または、明液生成の原理及びその性質につき、日本科学開始。43, 4万3134。名村翔平。Q&A ファイル101液晶がわかる本。工業調査会。東京。古畑義夫。鳥山和久。液晶再発見。 固体物理、四、ナンバー四、三十二、本部にち虫、ブレティン・オブ・ザ・ケン、ソック、ジャパン、九、四百七十五、藤田幸き赤穂英介、松村忠夫、三木隆夫、火曜火系の液晶に関する研究、ジャーナル・オブ・ JCCA1、5、液晶ク・ゲッ月間ディスプレイ編集委員会編、液晶新史・水層六テクノタイムズ社温度で、七色に変化する、 液晶アイデアで、用途は無限。新型商売特集号。オール生活1979年11月増刊。実業の日本。佐々木昭夫、名村翔平編。液晶ディスプレイのすべて、工業調査会。石川県液晶21巻136。プロジェクト X 挑戦者たち。液晶周年の対決。Kindle 版。NHK 出版。東京。船田文明。 薄型ディスプレイことはじめ、電気情報通信学開始89号735から739、船田文明、液晶イノベーション応用物理学開始ボリューム 76P462 から471、液晶ディスプレイ物語50年の液晶開発と、未来に託す夢、小出直行編エース出版液晶の専門書として、以下のものがよく知られている。 ありがとうございます。